スプリット関数は指定したセルの文字列を指定した区切り文字で区切り分割します。イコールスプリットカッコと入力し分割したい文字が入力されたセルをクリックし区切り文字として指定する文字を入力し Enter キーを押すと指定した区切り文字で分割されて表示されます。分割された文字が入力される箇所にすでに値が入力されているとエラーが表示されます。